はい、こんにちは、サルウィンです。シャドウブラスの実況をしていきたいと思います。はい、こちらババーン、うん、寝ることなんできて楽しむシャドウブラスということで、生成解禁してから、5周目が始まって最後のニュートラですですね。さて、いきますか。とりあえずね、最終形がこんな感じかな。最終形って言っちゃまだ早いかなって感じだけどね。こんな感じですはい、まあ、いろいろとね、うん、変わったっちゃ変わったね。ベルエンジェルが3枚になり、ヒーリングエンジェルが入り、デタトライダーが減って、ウルスが3枚入って風神が入りましたってぐらいかな。でまあ、魔術書の解読とかはちょっと減ったのかな。前すでにね、調整して。よし、これでいこう。ウルズの活躍にかかってる気がする。てか、ウルズまだ全然使い慣れてないから、上手に使えるかな。こっちのシナジーも一応見れるからな。まあ、相手の妨害に使うのが理想的かなーって気がする。なんか疾走持ちとかいるとね、よりいいんだろうけど、スケルトンボイボー。白骨化した人たちは、戦利品アサリたちにとっては宝の山だ。だが忘れるな、宝には万人が付き物だということ。こんなの守ってるんかーいっていうか、どういう状況なの、スケルトンバイパーってロイヤルー、パパ、ここどうぞお覚悟。このデッキは先行を取らな勝てない気がすんねんけどな。あバババッふざけんなよ全部一積みだっちゅうの。まあ、高校やからね。まあ、軽いカードも引けるでしょう。よろしくね。大丈夫だ、問題ない。よろしくお願いします。お、引けた、ほら引けた。よろしく。ユニコか。相手の状況によってはエンジェルスナイプとか言うても、ね、ミコスで1のやつ出ないよね。私に任せな。知ってる。まあ、ここはユニコでお茶を濁すところか。重いんじゃボケ。まあでもガブリエルは、ガブリエルは2枚入れちゃってるからしょうがないかな、引くのはね。うん。おい、次のアクションないぞ。大丈夫か、これ大丈夫なのか。まあ、言うて向こうもユニコ潰しに来るかもしれないから、それはそれなんだけど。どうしようかな。行きますわよ。お、これはライフを殴ってくるね。違った。あ、そうか、あれ、タグネスも上がるのか。じゃあエンジェルスナイプの出番か。なんか2回で2コス引きたいな。バーカちゃーん。よかった。退却だ。おい、姿はまあ最悪アクションないからね。ちょっとなんか聞こうね、とりあえず。なんでもいいから、とりあえず聞こう。怖いよ。とりあえず聞こうぜ。事故ってる場合じゃないぞ。私に任せな。マジで頼む。頼むぞ、とりあえず出せるカード。おい、さっきでも出さないで話になんないよ。これは定められし断り。退却だ、私に任せなおかえり意味がわからないよ。まあいいよね、普通に定めの輪から逃れるので断りを知りなさい。ウルズって普通にプラニ、退却だ、プラニプラニ進化なんだね。それも強いよね。マジさ、突撃やるのみだ。あ、これ相手からしたらだから、もうネクロ敵に思ってるんだろうけど、ネクロなんかさらさらちゃうからね。うん、本当に怖いよ。相打ちか。はい、これもまた定め、祖国のために。もう出し惜しみなくガンガン行くよ、こっちはね。てか向こうは向こうであんまりいい感じの動きしてないからチャンスはあるよ。この大地を照らしてみせよう。すげえよな、この敵。ルナと遊ぼう。さあ、天剣の乙女、生き残るかな。長雪光が、この剣は我が希望。そんな、で、生き残ってればアテナ絡めて頑張っていこうか。むしろ生きててくんないとアテナが本当に何も仕事しないけどね、本当に。おかえりなさいませ。回収からの、これだけど猛襲はなくなったな。進化して4点パンチでしょ。生き残る可能性あるで。そしたらアテナの番やで。頑張れ頑張れ。まだ諦めちゃいけないで、勝負は。このデッキは本当に諦めたらそこで終わりだからな。うん、
今こそ我らの正義を示すのだ。裏位置、あそここれで決めます。あーなるほど、まあそこまでして処理するっていうならまあまあ良いですかね。あ、うん、まあそこまでしてくれ。あまあ仕方ねえな、仕方ねえな。ドローか、やっぱシルデンジル出して。私がお守りいたします。しかし弱えな。しかし弱い。すべての災厄を受け止め、お任せください。申し訳ありません。シルデンジルが生き残ればガブリエルにつなげ。絶対つながんねえ。一枚で仕事しないカードばっかな。まったくもう。あー除去して、あれは除去してな。貴様らの屍が勝利への架け橋となる。光はいやー、まだまずいですよ。悪しき者は我が剣で裁く。まずいですよ、非常にまずいですよ。これはどうすんだよ。負けちゃうよこれ。8、10点でしょ。負けたね、負けたよ。クラスをいじめるなら焼き尽くす。いやー辛いな、辛いな、辛いな。失踪持つからね、死ぬよ。死んだね。お頭の身は私が守るやす。すごいすごい。怖いよ。まあしょうがないな。うん。負けちゃったけど楽しかったな。いやー事故るー。いやーあのマリガンはなかったか。さすがにヒーリングエンジェルをハンドに取っておくべきだったという反省かなこれはな。うん。あー落ちちゃう、落ちちゃう。もう一回だ。まさかあんなひどい所定になると思わなかったね。高校だしな、強気マリガンでよかったと思ったんだけどな。あんな思い出子ばっか引き込むとはね。まあ確かに序盤のドロー、いやベルエンジェルとかリオルがいて。なんやろねこの感じね。しゃあないけどね。精霊の呪い、ボリナールスは寛大だ、命までは奪わない。呪いとか言うてっけどね。むしろえぐくないか。命までは奪わないけど、ひたすら苦しむ呪いとかやったら悲惨やけどな。寛大でもなんでもないけどな。わあ、昇格戦なのかもしれない。これパパ、ママ、ルナを守ってね。エルフかでもな。私だって戦えるんだから。いや待てよ。いやいいだろ。これはもっと欲しいカードがある。うん。戦術スナイパーは悪くない。エンシェントエルフとかのとこ潰せっかのエンジェルスナイパー。アクションだけ。まあエンドね。よろしくね。とりあえずリンゴンリンゴンして。よろしくね。はいよろしく。リンゴンリンゴン。次どうしようかな。まあ、エンジェル相手が2体出して、あーなるほど。ドローが何かな。まずはシールドエンジェルか。私がお守りいたします。まあニュートラルタンだからネクロじゃないんですよ僕。気にしないでね。次のアクション弱いな。何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？あと1、何やる？にゃんにゃん、でんでくててん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 。おお、並べてくる。何して遊ぶの？並べてくるってことは、まあエンシェントエルフなりなんかそういったアクションがあるんでしょう。お任せください。いったと。でもいっか、ここはデザートライダーだ。砂漠のことなら任せなって。にゃーにゃ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 。なるほど。何して遊ぶの？
だよね、だよね。必ず守ります。6、ここで決めるよ。でかいね。遠き未来への旅はまだ続きます。希望の光はまだ。1点当てとけば6、1体減らしとけばあれだったのかな。あ、突破できないね。で48になって48 無理することないかって話か。戻ってるんだよなあそこが。難しいねこれは。この大地を照らしてみせよう。やっぱエンジェルスナイプ撃っとくの正解だったか。まだ行き光が世界を包む。まあ無理することはないよね。しかし取れるアクションが弱いな。まあこうなるよな、なんていうか。ほんまかって感じだね。でベビーエルフメイ出してきて、ランダムでとりあえずどっちょきょできるかを見に来るはずだよね。考えてるね。まあ昇格戦やからな、大事だよね。いいからこういうなんかおふざけデッキに見えるけどね、逆に不気味かもしれないからね、相手からすると。この領域は絶対不可侵。立ち去りなさい。はい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 。我は表彰の剣なり。あ、でもあれか。あー、なるほどね。へえ、そうくるか。なんとも言えねえとこだな。24で殴ってみる。リンゴンリンゴン。どうしよっかな、ちょっと考えよう。6になって6号になるのか、一歩取れるのか。だったらそれはそれか。この剣は我が希望。命の巡りとは覚悟。ルナと遊ぼう。私たちは止まらない。相棒やっちゃおう。ティア、すまない。表彰の輝きは。デザートライダーが。ねえねえ、何したの？右バーカ。東きすぎ。バーカ。ほんとまあそうなるよな。まあ 50% なんか所詮そんなもん。森の嘆きが聞こえます。とっておきだよ。いやー、ガブリエル腐るなー、ほんまに。神樹様の導きのもとに。まあこれでまたドローはできるからな。ねえ、何して遊ぶの？まったり行きましょう。ユニコか。ねえ、ガブリエルがとりあえず出さないから腐っちゃうけど。ユニコ、頑張ります。ユニコ、頑張ります。殴り合いするよ、殴り合い。さてどうしましょうね。しかしあそこちょっと微妙だったな。セウスとかもそろそろ出てくると思うんだけどね。てかヒーリングエンジェルって微妙だな、相手が。てかまあこっちが守護ばっか置いたからっていうのもあるんだけどな。出しどころがねえつうか、なんつうか。ねえ、何して遊ぶの？まあたった2点だからな、強気で出していくってのもありなんだけど。この領域は絶対不可侵。なるほど。立ち去りなさい。我は表彰の剣なり。ガスト、まあエンジェルスナイプ見てるからな。
あ、生き残った生き残った。なんだなん。あー、武闘か。ガブリエルでもさ、4-3 で、でも死んじゃうんだ。あー、ごめんね、死んじゃうな。美味しくないからな。すまん、ひどいなひどいな。あなたの痛みを和らげましょう。やっぱ6のドロスは打ちづらいな。打つとこなかなかねえぞ。まあもう生きてしたら打つしかないんだが、相手の打点が高い時にはあんまりやりたくねえんだよな。ああ、もう次はやらざるを得ないよな、これは。覚悟悲しき。打点高くしてほしくないってことがこのターンでも言うてもだよな。ねえ、何して遊ぶの。まあ多分、ああ言うてでも1枚じゃティアが出ないのか。てかむしろ生き残っちゃってるからか。なんか1枚スペルかなんか打たないとティアが出ないってことか。ティアっていうか、あの進化にはならないってことだね。森の嘆きが。なるほど。進化するか、しないかな。私、あの人みたいになりたいんだ。いや、6、7、11点。11点か。ねえ、進化権があると強かったねって話だ。ワンパンで処理されるからな。とりあえず壁出しとくか。私がお守りいたします。どっちみち今進化権あってもよく考えたらリサちゃんでバリア外れる意味はないっていうね。希望の光はまだ。痛い、怖いよ怖いよ怖いよ。ああ、むしろさ逆だったか。やっぱりグラスの方が良かったな今。そしたら3-7でアクション取れたもんな。失敗した。この大地を照らしてみせよう。風の加護を与えよう。失敗だったな。そっちの方が強かったな。グラス出しといても。負の魔力が。やぼー。主よ、しっかり盤面処理してくんな。てかまあ、場を開けたいっていうのが本音なんだろうけどな。痛いも嫌いなの。次はグラスガブリエルがあんまり強くねえな、それ選択肢としては。今日も森は平穏ね。でもありかな、相手が1-1ばっか並べてくるならエンシェントレフとかなければね。この領域は絶対不可侵、立ち去りなさい。これはね、来るよね。我は表彰の剣なり。いいね、使い回しは便利だな。さて、何か引くか。変わらねえ。プラムの邪魔をしないで。あなたは純白の力を。9、10、もう相手12点あるのか。負けたね。負けましたね。すごいすごい、負けました。出るよ。進化しなくて大丈夫だよ。強気だよ。おお、初めて見たかもしれない。表彰の中で永遠に眠りなさい。はい。負けちゃったけど楽しかったな。お疲れ様。まあ、しゃあないな。うん。いやー、きついよね。知ってる。やっぱエンシェントレフとかやっぱエンジェルスナイプだったかな。デザートライダー。うん。出したかったんや、1詰めにしたからな。はい、というわけで、じゃあ一回切りましょう。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。あと何回やるかな。サクッと勝ちたいね。バイバイ。